お疲れ様です。7月19日金曜日朝6時の相場解説です。まあ今日は金曜日ということでね、多少難しいところはありますけども、な、え、ん、ー、とかワントライでもできないかなと思って見ております。で、今日は2つテーマを分けてお話したいんですけども、1つね、トランプ政治からお話しましょうか。えー、トランプ大統領が今度ね、就任することがかなりね、高い確率で目論見として出ているんですけども、トランプ大統領が政権を担うとおそらくね、このドル高円安は止まってですね、 どちらかというと円高の方向に触れるんじゃないかなと思います私はねその円高い方向を触れるのが140円とか130円とかあっちのところまで行ってしまうんじゃないかなとだから今よりもねドル円で20円とか30円円高の方向に向かってロシアウクライナ侵攻あたり120円台ぐらいまでね行ってしまうんじゃないかなと思いますねまあこれはなんでそういうふうになるのかってことは今日は割愛しますけどもそういうふうに考えているってことだけは今の うちにね、お話し,しておきたいいと思いますさあそれで今日はどうすればいいかって問題ですけども上昇期待ですねまずはこの冷やし下に向かった流れはとりあえず止まったかなっていうとこです溶線が出てしかも下に強いひげが出てますからこのインパクトはここでまあ止まったんじゃないかなって考えるのが妥当ですそしてここからあ陰線が始まってますよねローソク足が形成中ですよねでこのローソク足が 上に向かうとは思うんですけども、まだここは何とも言えません。そのあたりを4時間、1時間で探っていきましょう。えーっと、次は4時間です。4時間足ですけども、もやっぱりここが転換点になったのかなって気がしないでもないんですけども、でも、ここも同じようなことをね、言ってましたからね。ここが転換点になってみたいな。そしたら、移動平均線に阻まれて、もう一発ドーンと落ちたわけですよ。もちろん、大統領発言とかね、あの辺の騒動があったからっていうのも、 あのその通りなんですけどもとなるとねもう一回ここで赤い移動平均線に押しとどめられて下に向かうんじゃないかなっていうのも一つ否定できないところなんですよですんで注目のポイントはこの移動平均線を抜くことができるかっていうところですねこれを今日は見ていって上の方に抜けたら倍で入っていきましょうってことですこれ多少時間が遅れても入っていきたいと思いますねはいで最後に1時間軸を見ていきますはいもう1時間軸だと完全に 移動平均線の上に乗っかって、この移動平均線3本が、ね、入れ替わってですね、上昇の形を作ってるんですよ。ですんで、1時間レベルだったら倍で入ってもいいかなっていうところです。で、すでに私の場合は、あ前回の放送で倍に入ってますからね。あの、お試しってことです。まあ、大体このぐらいまで上がっていただければ、今日はおのじじゃないかなと思いますけども、先ほど4時間でお示し,したように、今から下に潜る可能性ありますからね。うん、ですんで、えー、金曜日っていうところもありますので、 自信のない方は今日は入んない方がいいかなと思います。ちょっとリスクを犯してもいいかなって方はね、今から倍で入るっていう選択ができます。はい。まあ、そのぐらいですかね、今日。うん、見極められるのは。はい。それでは、またの情動をお会いしましょう。お疲れ様です。